ヤン・シェルハースは、イングランドのミュージシャンで、主に、キャラバンとキャメルのキーボード奏者として知られている。シェルハースの音楽的キャリアは、1968年に、リバプールの様々なバンドでベースを弾くことからスタートし、劣化内のデラムレーベルに所属する、ソウルバンド、バーニーザ・バズ・バンドでシングルをリリース。その後、 1970年にソフトロックバンド、ナショナルヘッドバンドでついにキーボードを担当してツアーを行った。バンドにはギターとフルートのニール・フォードやドラムのリーカースレークが在籍していた。彼らはイエスのプロデューサーのエディオ・フォードによってプロデュースされた1971年のアルバムアルバート1をリリースしたが全く成功しなかった。シェルハースの次の行き先は ゲイリー・ムーア・バンドとのアルバム、グラインディング・ストーンを1973年からレコーディングすることであった。レコーディングの後、シン・リ・ジーの1973年のアルバム、西洋ブラ来におけるオルガンセッションを含むソロプロジェクトなどを行うためにムーアの元を離れた。1975年7月、シェルハースはデイブ・シンクレアが脱退した後、キャラワンで鍵盤を弾くよう依頼された。 シェルハースはバンドとワールドツアーを行い3枚のアルバムをレコーディングした。聖ダンス・タンス通りの冒険、ベター・バイ・ファー、そして1994年までリリースされなかったクール・ウォーターである。1978年夏、キャラワンがバラバラになると、シェルハースはアルバムブレスレス100億の夜と1000億の夢に伴うワールドツアーにおいて、 キャメルに参加する申し出を受け入れた。当時、キャメルには、キャラワンで、すでに一緒に演奏していた、重慶帝同士のリチャード・シンクレアとデーブ・シンクレアも、メンバーとして含まれていた。シェルハースは1981年までキャメルと仕事し、1979年のアルバム、リモート・ロマンス、1981年のアルバム、ヌードの物語ミスター・オーの期間マイナスに参加した。 2002年、シェルハースは、デーブ・シンクレアが音楽性の違いのために脱退したため、再びキャラバンに参加するよう求められた。同年、一緒に、アンオーソライズド・ブレックファストをレコーディングし、ツアーに帯同した。2005年から2010年の間に、バンド活動の一時休止があったが、シェルハースは、キャラバンのメンバーであり続け、2013年の最新アルバム、 パラダイスフィルターにも参加している。ありがとうございます。